皆さん、こんにちは。カルチョ二丸二丸のお時間がやってきました。えー、お間違いなくね、カルチョ二丸二丸ですから、ね。<laughs> 多分間違えてんの1人しかいないなと思うんですけどそうですよね。2021年になってますけどっていう書き込み見たんですけども2020年に立ち上げたメディアなんで2020っていうことでね間違いないので大丈夫でございます。すね、またですね雑誌カルチャー2002というのがあって2002ですね。いうのがあったんでちょっとそこにあやかって2020というふうになっておりますので、はい、お間違いなく番組の進行を務めさせていただきます伊藤でございます。そしていつもですね番組を楽しく盛り上げていただいております。ダゾンセリア解説でも おなじみ細井さんのよろしくお願いします。お願,ますお願いします。伊藤さん、僕の映像めちゃくちゃクリアだと思いませんお、どうしたんですか？<laughs> カメラ買ったんですよ、カメラ。<laughs> いやー、今ね、このコロナ禍で非常にパソコンのカメラがかなり売れてると。でしょうね。上ってますけど、ね。いや、この間僕あのチャンピオンズリーグのアタランタレアルの展望で小沢一郎さんのチャンネルに出させてもらって。体験しました。はい。あのときあの収録してるときに隣に映ってる小沢さんがめちゃくちゃ画像がクリアだなと思って。うん,うん。 で、あなるほど、やっぱそういうところちゃんとやらなきゃいけないんだと思いまして、うん、もうその収録が終わった瞬間にアマゾンでチェックしたら、知らぬ間にもうポチっておりました。<laughs> <laughs> あのー、そうです、確か小沢さん、そのコロナ禍中に YouTube も結構始められて、マイクとカメラを買ったって,言ってなかったかな、うん、マイクも割といいものを買ったって言ったような気がするんですよ、ね。あ、そうなんだ、すげえよな<ー>いや、勉強になります。 だから、もうちゃんとしようと思って、僕も張り切っとます。そうですよね、はい。ただね、もう花粉症が今年辛くて辛くて。今年は辛いですね。まじ辛い。伊藤さん、結構そうでしたよね。僕、花粉症ひどいんです。<laughs> 昨日、多分百回ぐらいくしゃみしてますね。 はい <laughs>、ね。あれお寿司さんあれです。カメラの性能<れ>カメラの性能が良すぎてあれなんですか。<laughs> どうした一回一回外れてからもったいに。<laughs> あのオートフォーカスとかだからね割とどっかに別にピントがちょっとずれちゃう,のそう、ね、みたいなこともありますよね。そうそうそう僕も本当今年目が超辛くて、うん、もう家の中でもこれあとで、えー、家の中で僕がどういう状態で仕事してるかあの写写真をこれ送るんで多分今出てると思うんですけど。<laughs> はい もうねあの、マスクはもちろん、眼鏡をし <laughs>、えー、エアコンから降ってくるのを防ぐために帽子をかぶり、<laughs> 非常な、非常事態です、もうこれ、本当に。 あの日本だけのね病ではなくて、僕もイタリアのところに、うん、イタリアは春大丈夫でしょうと思ったら、うん、結構イタリアのところもね花粉症すごくて。そうなんだ当然、杉って結構多かれ少なかれ割とあるじゃないですか。そとかんだ。杉だけじゃないんで。はい、そっかそっか。イタリアもそうねそれきつい嫌ですね。イタリアでも花粉症僕ありましたね。あ僕は2006年のドイツワールドカップに行ったときに、ドイツ全然なくてっていうか、ん夏だからじゃないですか。夏だからか。<laughs> 別の取材ですか別の取材だったんですかということでね、アイドリングトークはここまでにしてですね、今日はですね、セリア第24節終了時点で2位に勝ち点4差をつけて、首位に立っているインテル特集ということで、今日行われているのが3月の3日なので、25節のパルマ戦の前ということになっております。はい そのインテルなんですけども、うん、現在、後半戦ですね、後半戦は1月30日、20節からスタートしてるんですけども、うん、そこから数えて、後半戦5連勝、得、うん、点6点15、失点1ということで、はい、その中にはですね、ベネベント、フィオレンティーナ、ラッツィオ、ミラン、ジェノアというようなチームを下して5連勝を飾っているということで、決して下位チームだからといって、連勝しているわけではないと。 得点、えーえー、も取って勝っていて首位につけているというところなんですけども、えー、実際はですね前半戦終わりなんかはですね16節サンプドリア戦負けローマ戦負け、うん、まあユベントス戦に勝ったもののその翌週のウディネーズ戦で引き分けているとスコアレスゾローで分けているとであれ、今年ミランが行くのかなみたいな前半折り返しだったんですけどもインテルがここに来て上がってきました。 どこで潮目が変わったかなっていうふうに細井さんは考えてらっしゃいますかこれあの、まあ前、シーズン前半戦に関してはその、まあ、チャンピオンズリーグで負けてしまったこともあって、非常にこうインテルに対する見方ってあの、まあえー、勝っていてもすごい見方としてはネガティブだったと思うんですよね。うん、で、まあ、内容も、じゃあ昨シーズンからどんだけ小がみがある状態で、まあ、あんだけねこうし、即戦力を補強した中で。 どんだけの上積みがあったのかっていうところで言うとまあそんなにサッカー自体は変わってないし、えー、内容にもそれがこう見て明確に見とってれ取れるようなのは、まあ、ハキミのとこぐらいだったんでちょっとその前半戦全体に関してはすごくうーん チャンピオンズリーグのことが王引ってすごく嫌な感じでまあ、年内終えましたよね、はい、でしかもミランがすごく調子良くてそういう,こう比較対象の,あのチームの成績見てもちょっと嫌な感じはしたんですけど僕がなんとなく、えー、あここから、まあ、振り返ってってこともありますがこ,この辺から変わったのかなと感じるのは1月14日のコッパイタリア、えー、準々決勝フィオレンティーナ戦。はいうん でえー、っとここ、まあ、何を変えたかっていうと、まあ、エリクセンをアンカーで起用する試合なんですけど試したんですよね、その試合で初めて。そうです。で、結局その、まあ、これ1年がかりで、昨シーズンの冬のマーケットでエリクセン取ってきて、でこれはもう僕がもうずっとその、一番最初に、ね、この番組でインテル特集やった時からあのお話ししてた通り、 つまりコンテのサッカーってす,すごくこう、えー、守備のところを体系,だ体系立てて、はいえー、分かりやすいカウンターサッカーを最初からやってたんでそれのこうプラン B パターン2みたいなのをいかにどれ,どれだけ早く作れるかっていうのが結局その研究相手に研究された時にの高い策としてポイントであるっていうのはもうずっと思ってたんですけど、うん、その えー、打開策決定打となるのが、まあ、エリクセンだったはずな,、うん、なわけですよね。はい、でそれが1年前に取ってきたけど全然その答えが使い方が分からずに1年経ってしまって、えー、でもエリクセン自身は移籍、まあ、できる可能性なんていくらでもあったはずなのに、えーまあ、本人の意地もあっただろうし、まあ、その他の要素もあったかもしれないですけど。 まあ残留という決断をして、えー、その間こうどん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 多分苦手だったイタリア語を覚え生活に馴染み戦術をちょっとずつ理解していって、えー、馴染んでいったっていう作業を繰り返していく中でコンテがまあどうだろうな絞り出した次の作が一回アンカーで使ってみようっていう感じだったと思うんですよ。 まあ、あのブロゾビッチが割と固定されているような位置で、はいまあ、買いが利かないんじゃないかとか、ちょっとブロゾビッチとタイプが違うんじゃないかっていう中で、うんまあ、試したか、うん、カードでしたよね。そうで,すねでコンテの,、まあ、そのエリクセンなしの形、まあ、ブロゾビッチをアンカーに置いて、脇にバレるんだと、えーまあ、誰,誰でもいいんですけど、置いたときにあ、あのー、どうしてもそのブロゾビッチの位置が下がりすぎると、 えー、まあ、守備に行くときに相手のそのの相手のボランチまあレジスタに当たる選手に月に行くまでの距離がブロゾビッチが出ていくんで遠いん,遠いんですよね、守備の時に、はいで。そこの負担が多すぎ大きすぎてちょっと苦しいところがあったんでそれをどう解消するかっていう意味での。まあ,あ 方法として、1、まあ、つそれがあったと思うんですけど、だから今シーズンの前半は例えば、えー、っとだから3、4、1、2にしたり、えーえー、ちょっと形を変えながらやってきてる、なかなかそこの答えが見つけられなくてで、えー、エリクセンをそこで使ったんだけど、まあ、フィオレンティーナ戦に関しても、まあ、攻撃のところではある程度、組み立てのところはあのー、仕事はできたと思うんですけど、やっぱり守備のところは。 戦術的な,不なはいでまあす結構隙もあったと思うんですけどでもなんか一個こう前進した感じはあの試合から実はあってじゃあこれを基準にしてどういうふうに使おうかとか、あのー、っていうのを、まあ、そこから一気にこう試していってフィットさせていったっていうののきっかけが、まあ、あのフィオレンティーナ戦だったかなっていう感じですかね。そそうででですねあと時を同じくして、うんまあ、直接まあアンカーではない位置でその後 エリクセンは疲れていくわけですけども、はい、ポジションアナサーのライバルであるビダルが怪我をして、うんまあ、くしくもエリクセンが起用機会を増やしていき、うんえー、序列を変えていったのかなという印象もあるんですけどもそうですね、だからその流れの中で、まあ、ちょっとその手前ですけど、決定的だったのが、コッパイタリアのミラン戦、はい、これ、アンカーで途中出場して、えー、0対1で負けてたんですけど、ズラタン退場。 からのルカク PK で 1−1 に追いついて97分にエリクセンのフリーキックで逆転うん。あれ入りそうな雰囲気満々でしたね満々でしたね。はね、い。あの試合におけるやっぱエリクセン自身のそのなんていうんですかねテンションの高揚というかやってやった時間はやっぱすごくあったと思うし、うん、あの重要な一戦でついに自分のこう存在価値を示せたっていうところはかなりテンションとしては大きかったかなっていう感じはしますかね。 そうですよね、うん、まあ割となんか、イタリア語も慣れてきたとお話ありましたけども、はい、割とチームメートからは英語でいじられたりとか、うん、ちょっと一言英語で話して、まあ、英語はね、もうずっとプレミアリーグが長かったんで、うん、もうペラペラだと思うんですけども、も英語でいじられたり、ちょっと英語でコミュニケーション取るようなシーンが、割とニュースになったりもしてますけども、割とチームメートからも、なんだろう、ちょっと壁があったようなところが、どんどん若い、なんていうんでしょう、距離が近づいてるなっていうのは、もう、ピッチの中だけでもわか伝わってきますよね。 伝ってきますねこれ、うん、本当今まで苦しかっただろうなって察することができるぐらい、うん、結構表情はやっぱりどんどんみるみる変わっていってるしあの完全にボールの集まり方っていうかエリクセンが欲しいタイミングでボールが入るようになってきてるのは間違いないんで、うん、あのそういう意味でこうまあアンカーの。 ところで、えー、こう試行錯誤を重ねながらでもやっぱり守備のところ難しいよねっていう流れの中でビダルが怪我した、うん、でそこに、えー、入っていくことで、えー、新しい形がなんな生まれてでそれに手応えをつかんだコンテが。 あの自信を持って、まあ、スタメンとして起用するようになったことでお互いの信頼関係が生まれたっていう,ようなすごくいい流れが、うん、1か月以上かけて、えー、作れたんでもうそれによってやっぱインテルの,そのついにプラン B が完成したという感じがめ,めちゃくちゃあるし、うん、あのチームとしての結束力も、まあ、結果を伴うことによって一気にこうついていった今、説明のところに新しい形というのがあったんですけども新しい形というのは先ほど説明いただいたところですか、はい、それとも これつまり、えーとはい、インテルのビルドアップって、えー、3バックプラス、えー、ブロゾビッチのところ、はい、で昨シーズンとの違いで言うとその両サイド,サイドの,あの立ち位置が、えー、高いんですよっていう話は何かの動画でしたと思うんですけど、はい、なおさらその3プラス1あるいは、えー、両サイドを加えたビルドアップっていうのがすごく限定しやすかったんで。 結構そのまあ相手にとっては研究しやすい、えー、ビルドアップだったんですけどそのその違うパターンをどういうふうに作っていくのが大きなポイントだったんですよね、うん、でまあブロンゾビッチがエリクセンと並んで入ることによってえー、っとだから一番明確に最初にできたのはあコッパイタリアンのユベントあじゃないえー、っとねコ イタリア準決勝第2戦、えー、ユベントス。えー、っとこれはユベントスが、えー、っと0対0で試合を終えてまあ決勝進出に切り抜けたんですけど、はい、インテルはビダルまあビダルが出れなくて、ここでえー、っとスタメンにエリクセンがまあ、はい、入ってで、立ち位置としてはえー、っとねこの試合に関してはす。 縦の関係を作ってブロゾビッチとエリクセンが縦の関係を作って入れ替わる状況によってそれによってユベントスの守備,守備があこ今どっちにつくか誰がどっちにつくかっていうのをちょっと判断をえ遅らせる感じになって的を絞らせなかったんですよね、うん、でそれがすごく機能してエリクセンの足元にもいいタイミングで入るしブロゾビッチの足元にもいいタイミングで入るっていうような縦の,の関係がめちゃくちゃ良かったんです、はい、であっ これはいよいよプラン B 来たよってなったんですけど、うん、さらに、えー、っとその後だからラッツ予選、はい、今度は横の関係を作るようになって、えー、ブロゾビッチとエリクセンが横に並んでバレッラが1個ちょっと前の右にいるんですこの2人の,その立ち位置が、まあ、つまりエリクセンはちょっと左寄りの位置で低いところにいるんですけど つまり3バックプラスその2枚のビルドアップなん、うん、でこれがやっぱり、えー、っと相手にとって、まあ、これも同じくどこで誰につくのっていうのがすごく今までのインテルと違うところだから見えづらくて、えー、まあラツィオも対応できなかったしその次のミラ,ンミランも全くそれに対応できなかったあのエリクセンが出ることは分かってたんですけどその隣をどういうふうにエリクセンに対応させるかっていうのはちょっと迷いがもう冒頭から見えてたんで。うん だそこはもうあのミラノダービーの、えー、勝敗を分けたのは、まさにそのエリ,クエリクセンがいるインテルに対してどうやって守るかっていうのをミランがこう最初から定めきれてなかったっていうのが大きかったと思いましたね。なるほど。うん、今お話しいただいた、まあ、エリクセン、ブロゾビッチのところでまあ攻撃のポイントが増えたという、起点が増えたということなんですけども、2>, うんえー、2月は4連勝でインテルはですね、はいえー MVP にルカクが選ばれたわけなんですけども、うんまあ、ルカクの活躍っても当然すごいんですけども中盤のもう一人の要バレンラの活躍を触れないわけにいかないですよねやばいっすよねちょっと <laughs> なんか結構 <laughs> あのー、ちょっとなんか一個上のステージに行った感はありますよね,ましたねこの2021年に入ってからだからやっぱりあのそういう試行錯誤、まあ、エリックセンを軸とする試行錯誤の中で バレッダだけはそういうのに振り回されずどの試合でも100%の仕事ができるしそれに本当、まあ、縦に運ぶ力があるからこそ旅客、まあ、までの,、まあその最終ラインと前の距離が遠くてもバレッダが一人で時間作って運べちゃうとか一、うんあのー、人もうすげえ苦しい時間帯にもめちゃくちゃ頑張ってフリーランディングしてスペースと時間作るとか。 そういうところの才能はずば抜けてタたんで、うん、いや、ちょっとすごい選手になってきましたね。本当ですよ、ねうん、そして好調のツートップ、はい、ルカクとラウタローマルティネスも、うん、やっぱ相変わらず相性がいいですね。いいですね、だからちょっとラウタロがシーズン前半戦、あんまり調子よくなくてっていうか、うん、なんかテンション低いなっていう感じで、まあ、まあゴールがなかなか取れなかったですからね。そうですね、うん、だからサンチェスの方ががむしろ上がっ こうテンポとしてよくなってきて、なんかコンディションもいいなって感じだったんで、あのどうなるかなと思ってましたけど、やっぱりそ同じくう同じようなこう年明けぐらいの時期から、えー、ラウトラは徐々に徐々にトップコンディションを取り戻してきて、まあ、相変わらず、ルカクといい距離感でいい信頼関係で、えー、動いてボールを引き出すっていうのができてるんで、まあ、あの2人のロングカウンター100メートル。 80メートルとか <laughs> そんなんで点取っちゃうのちょっとやっけだなと思いますけど、ね、そうですね、まあ、ラウタロ郎はもう、まあ、序盤も点数こそ取ってたんですけど2点目、3点目が取れるようなシーンであれみたいなシーンが序盤多かったんですけども最近のこの年明けてからなんて言うんでしょう。 そこ入っってくるのやっぱなだよね、うん、みたいなそうです、ね、また決めたよねみたいな感じの印象がやっぱ強いですし、うん、あとアシストのところでもやっぱりさすがよく見えてるなってところありますよね。そうですねでねルカクに関してはあのまああの人本当そのクレバーなもう知性の塊みたいなプレイヤーじゃないですか。はい、だし多分まあこれよくこの「カルチョ2020」ではおなじみの。 いい,い,いやつで、ね、明らかにめちゃくちゃいいやつで一 <laughs>、えー、対一の自分が1対1の状況を迎えて隣にラウタロが並走してたら自分がうまくゴールキーパーを引きつけてパスを出しますみたいな、うん、それがルカクの、まあ、いいやつさでありちょっと物足りないとこであったり、うん、もう、まあ、自分で全部やっちゃえばいいじゃんっていうところも、うん、多分なんかあったと思うんですけど。 こ,このところルカクがむしろ全部自分でやっちゃう。うん、そのやっぱ迫力とそれによるこうなんうの気持ちの部分の、えー、強さをすごく感じるんで、まあ、それに引っ張られてるアウタラもそのいい距離感で、えー、勝負しようみたいなところはすごく感じますし、まあうん、その関係性めちゃくちゃ今いいですね。本当にいいですね、うんうん、あととは割と怪我人が出たり まあちょっと選手を温存する時とかに出てくる選手もコンディションがいいなって印象がやっぱあるんですけどダンブロージはなんか先発4試合なのに3ゴールとかそんなとってそう,そうなんですよねあとはまあダルミアンだったりとかが出てきたりとかガリアルディーニなんかもそうですし、はい、あとは 僕はやっぱ好きなんですけどペリシッチね <laughs> そうなんですよ何であんな献身的なんですかね <laughs> だからあのペリシッチも間違いなくエリクセンのあのエリクセンが左寄りの立ち位置でいい感じでボール受けてくれるんでペリシッチが受けたいタイミングで受けれるようになりました明らかにあーなるほどそうそうそう左寄りにいるエリクセンがいることがすごく大きくて、うん あのー、そのタイミングを見て、えー、スタートを切ったりとか、そのすごくいいタイミング、自分のプレーしやすいタイミングでプレーできているんで、それがめちゃくちゃ大きいと思いますね。なるほどね。うん、いやさ最近、インテルの試合見ても、やっぱりなんかペリシッチがボールムスシーンが多いなと思ってたんですよ。多いんですよ。そう明らかに多いと思います。多分タッチが多いなと思ってたんで、うん、そういったこともあるんですね。これまでだと割と右寄りがのイメージがあったんですけども。うん 左からも右からもっていうのがあったんで、まあ、的が絞りにくくなったっていうのもありますよね。なりますね。でね、これね、まあ、エリクセン、どうしてもその変化でいうとエリクセンが入るかどうかの変化が大きいんで、その話になっちゃうんですけど、うん、そ,のそういう,こうペリシッチも良くなった、うん、えブロゾビッチの,そのビルドアップっていうか、クリエイティブネスもすごく良くなった、えー、とかって、周りに対する相乗効果もそうなんですけど、エリクセンがね、とにかく、ね、ワンタッチでプレーするんですよ。 うんそれがね今までのインテルにはなかったテンポで、うん、あのー、結構嫌な例えばブロゾビッチと縦関係を作って前に入っていってちょっとくさびの短いパスを受けるときにテンポよくワン,ワンタッチでさばく、えー、それをルカクの足元につけるとかなんかねその辺のエリクセンのワンタッチが,が入ったときにめちゃくちゃテンポがよくなる。うん、それはやっぱ ああやっぱエリクセンってこういう才能のある選手なんだなっていうのを象徴するシーンなんでエリクセンのワンタッチがはあ出,て出た瞬間にうわなんかありそうっていうのはすごく出てきましたねねなるほど、ねはい、確かに本当にもタッチ柔らかいですし、まあ、フリーキックなんかでもそうですけども、うん、フリーキックも怖くなりましたからね、うん、そう相手チームからすると。はい まあセットプレー、まあ、コーナーキックも含めてセットプレーが非常に驚異的になったんで、うん、どこからでも取れるっていうのは非常に大きいかなって気がしますすよねねそうです、ねまあ、チャンピオンズリーグ負けてしまったというお話あったんですけども、はい、残念ながら。 こんなにセリアでトップで走ってるんですけども、ヨーロッパリーグにも入れず、うん、<laughs> えコッパイタリアでも敗れてるインテルなんで、当然、コンテ監督の中には、スクレットはもう絶対取らなきゃいけないと、まあ、チームの中にもそれは当然あると思うんですけども、うん、いう中で、まあえ、現在、勝ってるとで、3月に入って対戦相手がパルマ、うん、アタランタ、トリノ、サッソールのこの4戦が控えてるんですね。なるほど でまあ、なかなか強敵である順位的に見ると強敵なのは、まあ、アタランタ戦が1個ポイントかなって気がするんですけども、うんまあ、パルマ、鳥の辺りは残留争いに苦しんでるんで、まあ、下のチーム、まあ、この時期に入ってくるとちょっと怖い相手ですけども、まあ、状況を考えるとインテルがま負ける可能性は非常に少ないのかなっていうところですよね。そそうですねそれぐらいやっぱり完成度としては上がって できてきるしそのあついにこの段階まで来たぞっていう感じはあるんでそう簡単には今のインテルは負けないでしょうね。うん。そのツイートの方でで何か、うん、いよいよギアが入ってきたっていうかそんなような表現してましたけどもそうそうやっぱそれはどの,辺どの辺りでやっぱ感じましたかあのー、もうブレが全迷いがないですよあの見てる選手たちが。えー ピッチの中で、えー、なんとなくかかん頭,の頭でやかサッカーやってないっていうかもう勝手に体が動いて勝手に自分たちの戦術ができて、えー、それをこう表現できてゴールでちゃんと仕上げるみたいなそういう流れにも入っちゃってる気がするんで、うん、だからそこのそういう部分ですかね。そうですよね本当に、うん 守備陣の安定っいうのは非常に大きいかなと思うんですけども、ここ5試合で1失点ってお話ししたんですけども、はい、もうちょっと振り返ると、うん、第18節のユベントス戦から数えて7試合で6試合クリーンシート。はい、ユベントス、ウディネーゼ、ベネベント、フィオレンティーナ、ミラン、ジェノ相手にクリーンシートで勝ってるっていうのは、まあ、うん、ハンダロビッチを中心とした最終ライン3人がかなり鉄壁を築いているなと。 ダゾーンの実況の北川さんもよくおっしゃられてますけども、イタリアのチームが優勝するのは失点が少ないことが大事なんですと、はい、失点が多かったチーム、ままあ、普通に考えれば失点が多かったら負けてしまうんで、いうのもあるんですけども、失点もしっかり少なくて得点も取っているのが今のインテルなんで、うん、もう明らかになんか、まあ、インテルの試合を追ってると強いなって、やっぱり印象は持っちゃいますよね、そうですね中でもね、今シーズンね、祝ニアルがめちゃくちゃいいさうーん あのー、あんだけね、ちょっと構想外みたいな、まあ、放出候補まで名前が上がりながら、よくぞこうメンタル的に耐えて、まあもう開幕からちゃんと出て出てますけど、どん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 、そのなんていうんだろう、今の戦術におけるキーマンになってきてるし、えー、あのね見てて思うんですけど、ま3、あ、バックの相手に対しては、どこもその3バックを動かして間を作って、そ そういう、うん、動き方をしてくるんですけど、組利にあるねもう受け渡しのタイミングとか、うんあの、自分が前に出ていかなきゃいけない判断とか、やっぱすすごい良いんですよ、うん、で相手の揺さぶりに対してね、ね全然こう動じずに、えー、その自分の仕事を全うするみたいなところはやっぱすごいハイレベルだなと思ってるんで、まあ、めちゃくちゃゃくく良ななりましたねそこがなるほど、うん、まあ今夜のパルマ戦を含めて、セリア、今シーズンの完評の後は。 残り14節、うん、インテルのシェアですね。なんですけども、このインテルがこのまま独走でいくのか、うん、ま,あまたまたその崩れる要因だったんですね。うん、インテルの弱点があるとしたら、うん、細さんはどこにあると思いますかこれは細江スカウターのコーナーですか細いスカウターのコーナーですね。<laughs> あのね、まず自分が。<laughs> じゃあ今のインテルに対して自分が相手のチームだったらどういうふうに攻めたらいいかなって考えるんですけど、うん、えっとねラツヨ戦がすごくヒントがあって3対1ラツツヨは、えー、アチェルビーを3バックの左に置いてまあそ,そ,それってつまり左サイドから攻撃しますよっていうサインなんですけど、えー、そっちにビルドアップを持っていって えー、まあ組み立てようとしたんですけどインテルの、まあ、つまり逆,サイ逆側で言うとインテルの右バレッラがいる方ってバレッラがめちゃくちゃ走れるんで守備すげえ強いんですよあっち側、うん、でシュクリーニアルの受け渡しもすごくうまい、えー、だから攻めるならイン,テインテルの左サイドから攻めたいんですね、うん、で何をさせしたいかっていうと 今の今のインテルにおける、えー、キーマンは間違いなくエリクセンなんで、うん、エリクセンに守備をさせて運動量を多くさせたい守備,守備的な、うん、だから右側,の右側からのビルドアップで、えー、っとラウタロと、えー、ルカクがのプ,プレスにこあの2人がプレスに来れない位置でボールを持った時に、うん、インテルは誰が出てくるんですかって考えると、うん ペリリシッチでではななくエリクセンなんですよ戦術的にだからそこに動,足もう動かせそいつを動かすためのボール回し、うん、そこを引き出してあのペリシッチとエリクセンの間もしくは、えー、だからそのバストーニの手前のエリアあの辺りをにボールを落として、えーえー、ちょそこを動かすっていうことをやっていかなきゃいけないと思うんであのー。 実際それがやってるチーム今,今のところま,あ多分まだな見てないと思う見てない気がするんですけどそれはラッラッチはでき,できてたってことですかできなかったんです全然あそうなんですねうんラッツァリッラッツリあたりがそこを狙ってたっていうことではなくはいどうしてもそのアチェルビン足元からボール展開しようとするんで、うん、でだからあの時はマルシッチだったかそれともあれかルリッチが復帰したのかな だったま、あマルシッチだったかなマル,か、ね、マルシッチですかね左は多分マルシッチ高い位置に上げて、えー、っと、アチェルビが少しボールを運びながら、バレッラを引き出す、引き出して、そこにスペースを作ろう。で、フォワキンコレアがそこに降りてきて、そこを足元を使いたいっていう戦術を取ってたんですけど、うんまあ、バレッラの寄せは早いわ、うん、シクリニアルはフォワキンコレアに着くの上うまいわで、うん、もう全然隙がないんです。うん、そっちのサイド。 だからそっちを動かすんじゃなくてまあバレルはどんだけ引っ張り出してもあの人無尽蔵の体力すぎて全然落ちないから <laughs> あのエリクセンのを動かしてそこのそこにスペースを作るっていう攻撃をしなきゃいけないと思いますね。つまりもインテルのわりと左サイドよりの方が崩しやすいんではないかということですね。うん そのラッツィオ戦でヒントがあったって話だったんですけども、どの辺の攻撃とか誰が絡んだ時が良かったみたいな印象は残ってますかいや、あのラッツィオ戦、ラッツィオのやり方があまりにも、はい、そのインテルと<あ>対インテルとしてはダメだったのが、なるほど、うん、それがヒントですね。なるほど、うん、その、まあ、シモリンザギ監督が用意してきたプランが、うん、もう逆にインテルにはまりすぎちゃっていて、そ、うん、そうですそうですそうですすその、 インテの強さが際立った分、狙うんだったらこっちだなっていうのが見えたってことですね。とにかくバレッラの運動量で引っ掛け,引っ掛けられて、そこからバーンってカウンター食らっちゃうんで、まあショートカウンター、まあ、高い位置で奪えますからね、バレッラを取るってことは、はい。だからあっちのサイドを軸に攻めるっていうのは、ちょっとリスキーな気がしたのは、やっぱそれがやっぱラツオ戦ですごくよく分かったなって気がしましたね。ななるほど、うん、確かにな、うん ちょっと隙がない感じですよねそうそうそう<や>だからねこれだから消去法っていうか比較のあれになっちゃうんですけど、はい、バストーニの方がやっぱりその背後取る取りやすいああ<ー>、うん。気がするんでつまりエリクセンを引っ張り出してそこのバストーニの前にボールを落とし落とそうとすればバストーニが狙ってきますよね、うん、その裏をついてそのまたさらにその裏に人を走らせるとか、うん こうそういう,こう右サイドを起点とした裏裏っていうボールの,作りかあの組み立て方をすればあの,あの,あのこうバチッとはまった 3−5−2 の、えー、セ,セットの守備が崩れるんじゃないかなって気がしまそこら辺を崩せるとか、うん、そこの、まあ、インテルの左サイドを崩す崩せそうなチームだったり、うん、選手だったりって何か思いついたりしますか コナットだとパルマアタランタあたりとかどうですか？そうですね。だから能力的に考えるとやっぱりアタランタぐらいじゃないと勝負できないと思うんで、うん、それを、えー、で今みまあその右から攻めるっていう意味ではハテブールいないじゃないですかアタランタ。そうなんですよね。うん、アタランタかなり右サイドは苦労してますよね。はい。でまあこの間の試合はすごくよかった。 だっけよかったけどまだまだその本来の躍動感だから本当はうんハテブールがいればそこのバストーンの裏に飛びどんどんハテブール飛び,飛び込ませて、えー、そこの間で、まあ、その手前で例えばペッシーナが受けるとかうそういうようなこう感じはてん想像できるし。 えー、アタランタは基本的に3バックの右のトロイから組み,組み立てるんで、トロイがボールをさらして、エリクセンを引っ張り出して、そのスペースを使うっていうのは、なんか想像できますよね。だから、ハテブールがいるかいないかにかかわらず、アタランタは右から攻撃する、トロイのところを起点にすることができるんで、もしかしたらそういう狙いでやってくれたらどういうふうになるかなっていうのは楽しみかもしれないです。確かに、うん かなりその、今のインテル、完成されている勢いだなっていうようなことをおっしゃってますけども、はい、このままインテルはスクレットまでいきそうですかいやー、これも伊藤さんが言って,言ってください、それ。<laughs> <laughs> いやー、2月を見る限りいっちゃいそうだなっていうふうに僕ね、ミラノダービー見たときに、はい、圧倒的だなって思っちゃったんですよねねそうです、ね、<れ>ちょっと、えー、とえね。 うんミラノダービーに関しては、あの後半の頭のイブラヒモビッチが2回、3回すごいスーパーの時ハンダのビッチが全部止めたみたいな、<laughs> まあ、あれがすべてだったと思うんで、えー、ミラン自体も悪くなかったけど、悪くなかったけど、結果の通りの差はあった。あそうそうそう、はい、それは感じましたよね。はいはいはい、だから その完成度と、まあ、選手層もそうだし、うん、今のそのメンタリティ充実度も含めてゆうべ、ん、がちょっとやっぱり苦しまあけが人があまりにも多すぎて苦しんでいるので,そ,で、ね、それを考えるとちょっと今の状況だとインテリがいっちゃうんじゃないかなっていう感じはもうどうしちゃってしますよねそうですね。 えー、この後インテルはですね、まあ、第26節、3月8日頃にですね、うん、アタランタとの試合、まあ、上位陣でいきますと、あとは4月の18日頃、うん、31節アウェーナポリ戦で、まあ、今シーズン台風の目にもなっている20 4月25日、33節のベローナ戦、うんうん、あとはここが勝負になるでしょう、5月12日、36節、うん、ローマ戦、ここ水曜日行われて、うん その週末<ー>日曜日37節がアウェーユベント戦とこのローマユベントスあたりでスクデットが決まるのかもうその前に決めているのかによってまた状況変わってくるかなと、ねうんね、だからまあ僕の希望としてはとにかくリーグが最後まで面白いことを願うんで。うん あのー、今のインテルにもう一と山とかもう一ドラマもう二ドラマぐらい <laughs>、まあ、つまりつまずいてこれもうまた起き上がってみたいなことはやってほしいですけどだから今ほらカッサーノがねあのアントニオ・カッサーノさんが、えー、インテルのサッカーつまんねえみたいなこと言ってるじゃないですか、はい、<laughs> あのコンテが本来ならチャンピオンズリーグで優勝争いができたかもねみたいなこと言ったらそんなこと言ってる場合じゃねえみたいな。 よような話しましまたよね <laughs> そういうこうなんかえー、絶戦も含めてもうちょっと楽しませてほしいんで <laughs> あのー、なんかドラマがあることを期待してますけどそうですねまあ、はい、エンターテインメントとしてはまあ少ないかもしれないですけども、うん、強いなって印象を受けるのがまあ今のインテルかなって気がしますよね。うん、まあそれを追うミランがまあそのインテル戦の前がスペーツ屋に敗れてミラノダービーで敗れて2連 してこのままルズルっといくのかと思ったらまあ、ちょっと微妙な判定もありましたけどもローマにアウェーで勝ったことによってまだまだスクデット争いが分からなくなったっていうのもそうですね、うん、そうそうその、まあ、ミラーにとってあのゲーム本当にこのさこの後につながるいい,い,いゲームというかいい勝ち点さんだと思うんで、まあ、それを生かしてほしいしまだまだもつれてほしいなとにかくまあユベントスに関してもええー われわれのじ時間軸では昨日、はい、スペースに勝って、まだイベント相撲分からないなって印象ですよね。うん、そうですねいやー、いいですね。<laughs> いいですね <laughs> 4位争い、いいヨーロッパリーグ争いも、まあ、あ<ー>なかなか白熱してますし。はい、あのそういえば昨日、ミラニスタの大学生から進路相談を、うん、<laughs> 受けて <laughs> 1>、えー、1時間ほどお話をしたんですけど。はい えと彼が最後に言ってたのはその進路こうではなくミランは4位以内に入れますかって言ってたんで、うん、まあまあ頑張れと言っておきましたけど4位以内は大丈夫じゃないですかねえ自信を持ってやってほしいけどあのだからこっからだから僕だからチャンピオンズリーグに出てるか出てないかがそのら いいのか悪いのかはど結局結果論でしかないからなんとも言えないと思うんですけど今、ゆうべが苦しんでる分チャンピオンズリーグをきっかけにまたテンションが上がるっていう可能性も逆にあるわけですよね。そういうのもあのなきにしもあらずな気がするんで、まあまあまあ、まだまだまだ分かんないかなって感じですかね確かにね確に、うん、あここからがやっぱ残留争いしてるチームが怖かったりもするんで、うんうん、まだまだ分からないですねですね。 いや楽しみやな、楽しみやな、ですねえ。ということで、えー、今日はインテルを特集させていただきました、はいえー。インテリスタの皆さんはコメントに優勝する理由とか意気込みとかをコメント書いてもらって、うん、他の、ね、ライバルチームだったりは、ですねうちが止めるよとか、いやいや、インテルこういう不安点があるでしょう、うちの方がここの方がいいよみたいなのをツッ込んでもらえると、うん なるほどねそういう考えもあるかみたいなとかそういう報道もあるかとかねいろいろ我々も読ませてもらえるんでぜひですね、うん、いろいろ書いていただければなというふうに思っておりますあそうそうそういえばこの間冨、はい、安選手にインタビューしたんですよはいそしたらやっぱりねラウカクのツードップはすごいって言ってました <laughs> そんなざっくりしたか、はい、すごいって <laughs> すごいやっぱもうあの頭いいしやらしいしうん すげえ嫌だって言ってもや,やだっていうかす,すごいって言ってました <laughs> あーでもね、うん、なんかわかるな、うん、あのー、まあ、まあ、僕も日本人ですからやっぱボロニアとかサンプドリアの試合も見るわけですよ、うん、その時にその冨安選手と吉田選手がユーベだったりミランだったり、まあ、ルカクだったりイブラヒモビッチだったりを、ね、あとローナウドだったり をどうやってマークするのかなってやっぱ見ると、うん、結構面白いですよね面白いですよね。すごいことですよね。いや僕は割といや失礼な言い方、色眼鏡があるかもしれないですけど、うん、吉田選手と冨安選手は、割と僕はね柔軟に対応できてる気がするんですけど、うん、結構ね、他のパートナーたちがばたばたってなってる時もが多いなって印象がやっぱあって。おっしゃる通りだと思いますよ、マジで。<laughs> 色眼鏡です,色眼鏡ですけどいやあのね <laughs> これ,これもね、なんかの、まあ、別の全然関係ない媒体で富谷選手にインタビューさせてもらったんで、うんあのー、いっぱいお話はできないんですけど、うん、でもそういう話もしてました。なんか、なんていうんでしょう、ちゃんと戦術通りとか試合前の打ち合わせ通りやれば抑えられそうなシーンを、うんうん、なぜか。 見,見失ってしまうとか、うん、ちょっと個人に走ってしまって、失点してしまうようなシーンもあるかなと思っては見てますね、当然、1対1の局面で吉田選手が、うん、富山選手がやられてしまうシーンもあるんですけども、まあ、当然、今の現代サッカー考えたら、一人で守るっていうのは不可能な中で、組織で守る中では、うーんと思うシーンもなくはない、で、うん、それを見るのも楽しいですけどね、やっぱり。ですね。 はい、はいえー。ということで今日はインテルの特集をお届けいたしました。スクレット争いからまだまだ目が離せないのでね、ぜひですねいろんなコメントをいただいてですね今シーズンのセリアを展望していただければなというふうに思っております、えー。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。なありがとうございました。ありがとうございました。